そりゃ困るわ。彼女に何かご用ですか？そう、俺も親父からその女連れてこい言われただけやからな。親父？親父ってあの真島さんにですか？そういうことや。せやからリリクって女の居場所教えてもらえないか？お客様、申し訳ありませんが、キャストのプライベートを教えるわけにはいかないんですよ。そういったご用件でしたらお引き取りください。ああ、何やと？私はね、一度自分の店で働いたキャストを理由もなく売るような真似はできないんですよ。なんや、かっこいいこと言うとるやないか。ええ、私は常にかっこいいオーナーでありたいんですよ。おもろい兄ちゃんやな。じゃあけど、こっちも遊びやない。ヤクザが何もせんとタダで帰るわけがないやろ。金ですか？んなもんちゃうわ。ちゃんとあんたの口からその兄ちゃんの居場所聞き出さんごとには帰られへんね。どうしてもお帰りいただけないようでしたら、実力行使ということになりますね。よろしいですか？ほんと、いい度胸しとるやんけ。ほんなら、こっちも力ずくでも教えてもらうで。違いや。しぶといね。さすが真島組だ。くそ、また負けるわけにはいかんのじゃ。やめや。お前の歌は宴会の時だけで十分や。お、親父。親父？まさかあの真島組長。この音痴から聞いとるかもしれんが、リリッチ女を探しとる。ここにおるんやないのか？彼女はもうここにはいませんよ。どこに行ったかも知りません。そっか、遅かったっちゅうことか。リリに一体何の用です？リリは柴田組に追われていた。まさか真島さん、あんたもそのことに関係しているんですか？そうなんか、柴田組が。教えてください、真島さん。リリは一体何者なんですか？
なぜあんたたちに追われなきゃならないんですか。あいつは、安子ちゃんは俺が守らなあかんねや。安子、それがリリの本名ですか。なんであなたが守る必要があるんですか。それが俺の償いやからや。25年前のあの日のな。償い？兄弟。おう。あ、真島さん、いらっしゃい。お邪魔すんで。いや、それにしても暑いな。まだ4月やっちゅうのになんやねんな、この暑さは。なんや、30度もあるらしいわ。ほんま、この国はぶっ壊れとんのとちゃうか。この国っちゅうよりもこの世界やろ。これがいわゆる環境破壊っちゅやっちゃ。お、自分ちょっと頭良さそうやん。当たり前や。オゾンがどうこう言うてたわ。誰がや。うちの親父が。ハ島の案が。なんや、世の中の流行は環境問題らしいで。これからうちらの業界も環境に気ぃ使わんといかんらしい。はあ、アホらしい。おれ。うわ、スイカや。せや、こないに暑い日にはちょうどええ思ってな。へえ、春先でもこないに立派なの売ってるもんなんやね。ま、ちょっと高かったけど。せやけど、しばらくの間こないなもん食えんようになるやろし、前祝いみたいなもんや。前祝い？おう、安子、せっかく兄弟が来てんねん。ちょっとビールでも買うてこいや。はいはい、行ってきます。あ、なんかつまみもいる？お、おう、頼むわ。わかった。なんや、安子ちゃん知らんのか。当たり前や。明日人殺しに行きますなんて言えるわけないやろ。他にも言い方あるやろ。俺ら二人明日から長いお勤めや。最後の別れくらいちゃんとしとった方がええで。いらん、そんなもん。縁起でもない。おい、それより例のあれ持ってきたんやろな。ああ、まがいもんは一切なし。堂島組経由で仕入れた正真正銘の本物や。拳銃は全部で6丁。1丁につき6発撃てるとして36発は発射できる。36発か。相手は上野義春とその場にいる清和会の連中全員。何人くらいになりそうや。10人弱ってとこやろな。せやったら1人頭に3、4発使えるっちゅうことやな。
十分な数え。なあ兄弟、あ？逃げ出すなら今のうちだ。2対10奇襲とはいえ圧倒的に不利な戦いだ。それにたとえ成功したとしても短くて10年、下手すりゃ無期懲、いや死刑だってあり得る。俺は天涯孤独の身だ。島野の親父を親父と呼ぶようになってから覚悟はできてる。でもお前には安子ちゃんがいる。冴島、お前本当に安子ちゃんを残したままでいいのか？兄弟、関西弁忘れとるで。あ？お前、人が真剣に喋ってる時に。俺は覚悟できとるよ。俺もお前と同じや。笹井の親父のためやったら何でもやる。それに。それに？試してみたんや。冴島大河っちゅう男が。この登場会でどこまで登れるのかをな。冴島、何しとるんじゃ兄弟。笹井組の冴島へ。今真島と待ち合わせの時間なんやけど、あいつ来えへんね。ああそうや、ちょっとそっちで。ひよった。ああもうええ、昼で。なんや、10人以上おるやないか。
来るな。この人だけは守らなきゃならないんだ。これも親父が天下取るため。上野さん、堪忍や。助けて。降りろ。冴島大河だな。本日現時刻をもってお前を東京刑務所から沖縄第二刑務所へと移送する。